ビクトル・ユーゴー、ビクトル・マリー・ユーゴー、1802年2月26日から1885年5月22日は、フランスロマン主義の詩人、小説家、七月王政時代からフランス第二共和政時代の政治家、レ・ミゼラブルの著者として著名。1959年から1965年まで発行されていたごフラン紙幣に、 肖像画が採用されていた。日本でのユー g ーの表記はユー g ーとユー g ーが併用されているが、ここではユー g ーを採用する。共和派でナポレオン軍の軍人ジョゼフ・レオポール支持すべるー g ーとソフィ・ーフランソワーズ・トレビュシェの三男として、父の認知だったフランス東部のブザンソンで生まれた。ユー g ー家はドレーヌの農民の出だが、父親はフランス革命以来の軍人。 母親は、なんとの資産家の娘である。本名は、ビクトル・マリー・ユーゴー。アベル・ジョゼフとウジェーヌという二人の兄がいる。生まれた時は小柄で、背丈が包丁ほどしかなく、ひ弱な赤ん坊だったと言われる。生後六週間目に、一家は、マルセイユへ転居した。以降、コルシカ島のバスティア、エルバ島のポルトフェッラーイを、パリ、ナポリ、マドリードと、主に、 母親らと共に、ヨーロッパのあちこちを転々とする。というのも、喫水のボナパルト主義の父、ジョゼフ・レオポールとネッカラの王党派の母、ソフィーの間で、政治思想の違いによる確執が生じ、それが、夫婦の間に不和をもたらしていたのである。この確執は後に、レ・ミゼラブルの、マリウスの父ポンメルシー大佐とマリエスの祖父、ジルノルマンの確執の原型となる。いずれにせよ、 生まれた時の状態や長きにわたる父親不在の生活の陰でマザーコンプレックスが非常に強かった。1812年母と時系ウジェーヌと一緒に再びパリに帰る。この時は長兄アベル・ジョゼフは父と共にナポレオンに仕えるためマドリードに残ったが同年9月には母の元に戻っている。1814年時系ウジェーヌと共に サンジェルマンデプレ教会の近くの寄宿学校に入る。その間にナポレオンによる訂正が完全に終わりを告げ、父、ジョゼフ・レオポールはスペイン貴族の地を剥奪され、フランス軍の一大大将に没落してしまう。彼は寄宿学校に四年留まるものの、最後の二年はルイル・グラン高等中学にも通った。父親は彼を軍人にするつもりだったが、本人は試作に夢中で、 1816年7月10日には、市長にこんな言葉を残している。シャトーブリアンになるのでなければ、何にもなりたくない。17歳で、アカデミー・フランセーズの詩のコンクールで1位を取り、自ら詩の雑誌も発行した。母ソフィーは、ビクトルの才能を認め、文学での成功を期待していたが、幼馴染みであり恋人であったアデール・フシェトの結婚には、猛反対していた。 彼は18歳の時から始めた文通を翌年に再会する。しかし、その年、イコール1821年6月27日に母ソフィーが他界する。ユーゴ一家に二度と娘を会わせないと誓っていたアデールの両親も彼の情熱に折れてしまい、結婚を了承した。同年10月12日、アデールとサンシュルピス教会で結婚し、ルシェルシュミ通ドリに今日構えるに至る。 1822年には、オードと雑英州によって国王から年金をもらえることになり、ロマン派の騎手として目覚ましい活躍を始める。1823年7月16日、長男レオポールが誕生する。すべてが順風満帆に見えたが、同年10月9日に日和だったレオポールが亡くなってしまう。翌年の1824年8月28日に、 生まれた長女には、レオポルディーヌと命名する。1825年4月29日、23歳という若さで、レジオンドヌール勲章、シュバリエ、勲章師を受ける。同年5月29日には、ランスで行われた、シャルル10世の性別式にも参加した。こうして少しずつ名誉が与えられていく中で、少年時代は疎遠であった父。 ジョゼフ・レオポールとの仲も親密になっていった。愛する父のために、それまでうんじてきたナポレオンを称える死をいたところ、これをきっかけにナポレオンを次第に理解し、尊敬するようになる。さらに、性別式でウィリアム・シェイクスピアのフランス語訳詞を耳にしたことで、シェイクスピアを尊敬するようになる。翌1826年11月2日には、次男・シャルルが生まれ、 創作熱も加速していくが、1828年1月28日、パリで父、ジョゼフ・レオポールが他界する。しかし、悲しみに暮れる一方で、老法もあり、同年10月31日、父の才能を受け継いだ三男フランソ・アビクトルが誕生する。1830年4月、ジャング・ジョン通りへ転居する。そこで7月革命の混乱が押し寄せる。 たとえ、ルイ18世から年金をもらっていた身分であっても、7月革命に参加していたのは、エルナニで共に、学革命に参加した仲間であったため、己に危害が加えられる心配はなかった。そんな混乱の中、同年7月28日、次女アデールが誕生する。1819年2月、トゥルーズのアカデミーで10フロローのコンクールに主が2編入賞する。 5月には、歌一遍が、アカデミー賞に輝く。12月には、コンセルバトゥール・リテレール氏を、創刊、1821年3月まで、月2回のペースで発行していた。1820年3月9日、ベリー公爵の死についてのオードで、ルイ18世から貸金を受け、ビッグジャルガルを、コンセルバトゥール・リテレール氏に掲載する、1826年に、刊行。 1822年8月4日に出版したオードと雑栄集が当時のフランス国王類18世の目に留まり国王から年仙フランの年金をもらえるようになるこの年金のおかげで彼はアデイルとの結婚を許可される1823年2月8日に17世紀末のデンマーク宮廷の陰謀をテーマにした純愛小説ハンディスランドを匿名で発表し 新雑誌も創関した。1829年1月に、東方市集、2月7日に、死刑囚最後の日を観光する一方、コメディフランセーズで上演予定だったマリオンドロルムが8月13日に上演禁止令を受けてしまう。以降、彼の手掛けた戯曲が上演中止に追い込まれるケースがたびたび起こる。理由は、この作品に登場する。 ルイ十三世の境遇が悪すぎて、シャルル十世の避難を買ったからであった。それから約二週間後の1829年8月29日から9月24日に、エルナニを執筆した。10月5日に、コメディフランセーズザで上演する運びとなった。古典派の常識を逸脱した、この儀曲はたちまち問題となり、エルナニ公演の初日。 開幕前からロマン派と古典派の小競り合いが始まり、幕が上がると小競り合いは一気に暴動に転じた。いわゆるエルナに合戦である。これ以降、ユーゴーはロマン派と古典派の戦いに巻き込まれることとなる。しかし、このエルナにはロマン派を世界文学の主流に据えるきっかけを作り、公演は大成功を収める。エルナにで大成功を収め、ロマン派の詩人、作家として、 名声と富に恵まれた融合は、1832年10月8日、ジョン・クー・ジョン通りの家を引き払い、ロワイヤル広場、現在の傍受広場にある赤いレンガ造りの豪華な邸宅に引っ越す。この頃になると、妻アデールがサント・ブーブと恋に落ちてしまい、彼は寂しさに胸を詰まらせていた。8月の終わりには、サント・ブーブとの交際を経った。翌年には、 サントブーブが彼の作品、黄昏の歌を酷評したことで決裂が決定的となってしまう。31歳になる直前のマルディグラ、つまり1833年2月19日の夜、彼はリュクレス・ボルジャ、リュクレツやボルジャに出演していた女優、ジュリエット・ドルエの愛人になる。この日付は、レ・ミゼラブルの中で、マリウスとコゼットが結婚する日付でもある、レ・ミゼラブルでは、 マルディグラが2月16日だったとなっているが、実際のマルディグラは2月19日、別荘を行き来したり連れ立って、旅行に出かけたりするなど、二人の仲は徐々に深くなってゆく。執筆に情熱を燃やし、ジュリエットとの恋愛に溺れる一方で、私生活では悲しい出来事が続いていた。1836年2月18日と12月29日には、 アカデミーフランセーズに二度も落選し、翌1837年3月5日には、妻、アデイルを愛したがために発狂してしまった実刑、ウジェーヌが入院先のシャラントン精神病院で自殺してしまう。同年7月3日にレジオンドヌール勲章、オフィシエ、賞校を授与される。その間、義曲や詩を創作しながら、ブルターニュ、ベルギー、シャンパーニュ、プロバンス、 と各地を転々と旅する。1837年、ルイ・フィリップの長男オルレアンコーフェルディナン・フィリップの結婚式に呼ばれる。オルレアイコーヒー・エレーヌが大の融合ファンであることがきっかけとなり、以後ルイ・フィリップ夫死とも親交が深くなる。もうすぐ38歳になる1840年1月、文芸家協会長となり、少しは巧妙が見えてきたかと思われた矢先。 同年2月20日、アカデミー・フランセーズ3度目の落選となる。しかし、翌年1841年1月7日にようやく、アカデミー・フランセーズの会員に当選する。彼は亡くなるまで、第10代座席次14番を受け持つことになる。1843年2月15日、41歳の誕生日を間近に控えた優郷は、長女。 レオポルディーヌとシャルル・バクリーの結婚を見届ける。しかし、同年9月4日、レオポルディーヌは、夫と共に、ビルキエを、私セーヌ川にて19歳で溺死した。その頃、愛人ジュリエットと旅をしていた。彼は、事故から5日後の9月9日に秘宝を知り、9月12日に、パリへ戻った。レオポルディーヌの死は、ユーゴーの心に大きな穴を開けた。 父に似て絶倫であった。彼は、かねてより、アデールやジュリエット以外の複数の女性と恋愛関係にあったが、1845年7月5日、サンドック通りのアパルトマンで、画家のオーギュスト・ビアールの妻レオニー・ビアールと貫通している現場を警察に押さえられてしまう。彼は、貴族院議員の不可侵権を利用して釈放されたが、レオニーは、 当時の法律によりビアール監獄に収容された。このスキャンダルにより、彼は他の議員の絶好の攻撃の的となったが、彼を可愛がっていたルイ・フィリップは、ビアールにベルサイユ宮殿の壁画を描く仕事を与え、ビクトルに有罪の判決が下らないよう説得した。結局、レオニーは修道院で数ヶ月の謹慎処分の後、再び世間に出た。同年8月14日に、 ビアール夫妻の別居を認める判決が出たとき、彼は、レオニーを経済的に支援しなければならなかった。以後、二人の恋愛関係は長く続くことになり、ジュリエットを苦しめることになる。こうでは喜ばしい出来事が続いていたユーゴは、恋の情熱や、死別の悲しみを死に託している。ジュリエットとの交際が始まって一年が過ぎた1834年、彼女との恋を歌った。 ロマン主義詩編の再傑作との評判が高い、オランピオの悲しみを生み出す。また、愛する長女、レオポルディーヌが没してからちょうど一年後、長い間娘のもに服した、彼は、娘が行ったチベルキエで、傑作詩編、ベルキエにて、の、第一編を書き終える。しかし、1843年から1852年までの、約10年間、作品を一冊も出版していない。 これには、レオポルギーヌの詩はもちろん、戯曲、上手の失敗とそれに伴うロマン派文学の調落、議員活動の忙しさもあったと思われるが、もう一つ大きな理由があった。それが、後に、フランス文学史上屈指の名作と言われるようになる、レ・ミゼラブル、放題、アーム上、当時の題は、レ・ミゼールの執筆である。 執筆は1845年11月17日から始まった。この作品を書くきっかけになった大きな理由には、諸説あって、当時新聞に載っていた小説が彼の心を強く、引きつけたの、少年時代に見てしまったギロチンの光景が彼を人道主義者にし、この作品を書かせたとも言われている。1845年4月13日。 モルレアン公爵夫人、エレーヌの後ろだけがあったおかげで、ルイ・フィリップから、死者の位を授けられた。貴族になったことで、政治活動にも身を置くようになった。彼は、翌年の1846年3月19日の、貴族院にてポーランドに関する政治演説を行う。だが、1848年2月の2月革命で、ルイ・フィリップはイギリスへ亡命する。 ユーゴーはあくまで幼いパリ博、オルレアン・コー・フェルディナン・フィリップの維持で、ルイ・フィリップの着孫を即させ、母、エレを折衝にすべきだと考えていたが、それを望まぬ者もいた。結局、フランスは第二共和制へ移行することとなる。ユーゴーは、同年6月の立憲議会の補欠選挙に、立候補して、保守派の支持を受けて当選した。 政治家としての融合は1830年代より続けていた死刑廃止運動や教育改革、社会福祉などを主張した。1848年には共和派となり、1848年12月10日の大統領選挙ではルイ・ナポレオンを支持し、強力な論人を張って彼を支援した。しかしナポレオンは次第に独裁化し、 連続再選禁止条項の改正を国民議会に提出するなどして、この頃には融合ーーはナポレオンの強力な反対者となっていた。ナポレオンは1851年12月2日にクーデターを起こして独裁体制を樹立し、反対派への弾圧を開始した。融合ーーも弾圧対象となり、12月11日にベルギーへと亡命を余儀なくされる。 以後19年に及ぶ亡命生活の始まりであった。ベルギーの首都ブリュッセルに落ち着いた融合は、早速ナポレオンへの批判を開始した。1852年8月には、ブリュッセルでナポレオン三世を弾劾した小ナポレオンを出版した。これは1843年の2曲、上主の失敗以来10年ぶりの新作であり、 以降融合は再び精力的に執筆を再開する。小ナポレオンは熱狂を引き起こしたが、フランスからベルギーへの圧力を恐れた融合は、出版の前日に、英仏海峡に浮かぶイギリス領、チャネル諸島のジャージー島へと移住し、1855年まで、ここに住むこととなった。ここでは1853年に、やはり、ナポレオン弾劾の書である、懲罰詩集を発表している。 1855年には隣の島であるガーンジー島に移住し、1870年にフランスに帰還するまでの間15年間ここで過ごし、ガーンジー在住中には、1856年に生還集、1859年には初世紀の伝説の第一部、そして1862年には中断していたレ・ミザラブルが完成して、ベルギーより出版され、 大反響を巻き起こした。デミゼラブルが出版された直後、海外旅行に出かけたユーゴーはその売れ行きが心配で、出版社に一文字、と書いただけの手紙を送ると、その後出版社から、とだけ書かれた返信が届けた。上々の売れ行きです。というわけである。事実数日で完売、売り切れの状態であったという。これが世界で最も短い手紙となっている。 1870年に勃発した不屈戦争はフランスの大敗北に終わり、セダンの戦いでプロイセン王国の捕虜となったナポレオン三世は失脚した。これによってユーゴーは帰国を決意し、19年ぶりに祖国の土を踏むこととなった。フランスでは英雄として迎えられ、その後も1877年には諸世紀の伝説の第二部を発表するなど活発な 活動を受けた。なお、日本の自由党総理、板垣大輔が、1882年から1883年に、かけてのフランス、イギリスオランダ視察の際、ビクトル・ユーゴー、クレマンソーラと交流したとする記録がある。1885年5月22日、パリにて死去。去年83、国葬でもって葬られ、文豪としてパンテオンへと埋葬された。 主要な作品は小説や膨大な詩である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。